甲府御山は武田信玄により定められた甲府における全州の自覚。臨在州に帰依した武田信玄は京都と鎌倉の寺院で構成される御山制度に習い、甲府に御山制度を定めるために、甲斐の国の古札を府中城下に集め、これらの寺院を臨在州明神寺派に改めた。通常の御山制度では1位から5位までの格付けがされるが、 甲府五山においては、順序、格付け等の明確な規定も資料も残されていない。したがって、下記五字の記載は、純不動である。いずれも甲府市内に所在する。東高寺甲府市、東高寺三丁目吉成寺甲府市、東高寺町町全寺甲府市、あた町筆頭に、挙げられる場合もある。遠行院甲府市岸久保町法線寺甲府市和田町、ありがとうございます。